いやすみません、ありがとうございます。はい、最初ね、丸森から始まってね、あの僕もどうなっちゃうかなと思いましたけどね、温かく見守ってくれてありがとうございます。はい、さあ、というわけでレッドジャパンのリーダー赤岡さん、はい、ステージ残っていただきますけど、はい、どえらい粉ですね、ステージ上がそうですね、めちゃくちゃ足元滑りますめっちゃ滑ります。はい、さあ、ということで、あのまずリーダーのことをね、お話ししたいんですけども、はい、赤荻さんは先ほどもちょっとね、冒頭で紹介したんですけども、毎年ラスベガスで行われるピザ作りの技術を競う大会、はい、ワールドピッツァゲームスに2005年から挑戦をし始め、はい、2009年、2010年、2011年と優勝、はい、そして今年2012年、はい、優勝と、はい、ありがとうございます。多分ね、テレビとかでピザ回しとか見たことあれば、多分それ僕なんで。そうです、そうです、見たことありますよ、俺。はい、見たことあります。うん、ありがとうございます。大体出演してるんですよ。はい、まあ、4連覇ということで殿堂入りを果たされています。はい、すごい人ですよ、こんな近くにいるわけです。はい、でもあれですよ、もう僕はお酒が大好きですはい、もうね、まずその前にピザの話。はい、いいですよ、ピザ。もういいですよ。今使っていたピザの生地、はい、あれは、はい、あれはね、提供されてる生地。そう、あれはね、提供されてる生地じゃないですよ。あれは、違うんですか。アクロバット用でできてる強力性の本当に生地です。弾力性がすごくあって、はい、だから食べる用じゃないです。食べるなくまでも、そう、あくまでもあれは演技用。演技用なんですね。はい、でも最後だってね、だってよく考えてくださいよ、こんなことやってはいなんて出したら怒るでしょね、出さない出さないで、なんか最後、布団シーツみたいになってましたね、もう巨大にね。そうです、どこまでなでかくなるのみたいな。そう、あれを聞いて僕は寝ます、ね、おい寝ない寝れる寝れる、あれねでね、あの赤荻さんすごいのは、そういったアクロバットのそういう技術だけじゃなくてですね、はい、味も達人なんですよね。そうなんです、ちょっと取っちゃいました。イタリアで歴史と伝統のあるピザ料理の職人スクールがあるんですけども、はい、スコーラ・イタリアナ・ピッツァイオーリ、はい、そうですね、という、はい、職人スクールで、これすごいよ、世界で2人目のマスターの称号を手に入れた方でございます、はい、まあ、料理の方で取らせていただきました、ありがとうございます。はい、もうピザ回しても焼いてもすげえぞという、ね、もうチャラいぞみたいなねこら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 、もうパフォーマンスは少年のような顔しますけどねもう味の方も抜群ということなんですけども、あの毎年じゃあイタリアには大会とかで。そう、毎年行ってますよ。行ってるということは、はい、じゃあもうね、アペロール会場にありますけども、はい、アペロールも飲まれてます。いや、これめちゃくちゃイタリアありますよ、アペロール。やっぱりあるある、全体ある、全然ありますからね、クラブとかで全然置いてあるから。だからもうイタリアではもうかなりポピュラーという、はい、わけですね、この、アペロールなんですけども、はい、会場内にね、ブースあるんですよ、赤木さん。どこですか、ステージ向かって真後ろのオレンジのブースがあるんですけど、はい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 、そこをまだ飲んでないですよね。あ、ま、今日はまだ、いつも飲んでるんですけど、今日はまだ飲んでないです。行っちゃっていいですか。いや、ダメです。あの、ここで行かれると俺困るんですよ世界チャンプいなくなると。すいません、もうトーク終わりにしていこうかなと思っちゃってじゃあここで乾杯しちゃいましょうよ。え、いいですか。皆さんもグラス持ってらっしゃると思いますので、ね、マジでみんなじゃあ乾杯しようよ。じゃあちょっとね、ステージ上で乾杯。あ、いいね。ちょっとまだまだね、ちょっと待ってね。あ、まだ持ってない、持ってない。さあ、カクテルお持ちいただいたのは、あ、すいません、アペロールのブランド担当の中井さんです。ありがとうございます。わ、めっちゃうまそうやんね。え、もうあのカクテルフェスタさ、お祭りですから、いや最高、ね、いやー、はい、MC で飲めるとは思わなかった、ね、さあ、ということで、じゃあ、赤荻さんのステージに乾杯ということで、はい、ね、いいグラスを持ってる方、皆さんすいません、なんかじゃあグラスを持っていただきまして、はい、乾杯。